チェコ日本選抜体操大会に最後の出場のため来日したチャスラフスカさん、12月5日挨拶のため中日新聞社を訪れました。12月7日夜の愛知県体育館、フィナーレ公演花の舞台とあって会場はファン8000人で超満員です。あいにくベラは風邪をしての出場、しかし堂々と女王の貫禄十分です。日本のホープ羽生和也さんも若々しい演技で引退舞台に花を添えます。続いて18番の床運動、一つ一つの演技が動く芸術として立派に完成されています。ベラも今は驚じる夫人、この大会後はコーチとして再出発します。観衆の熱狂的な拍手に100万ドルのベラスマイルを振りまいて最後の舞台を飾ってくれました。